あれ D バンダイ空いてんな、 D バンダイ使っちゃおうかな。マイクさーん、まあ、とりあえず D バンダイ拭いといて。はい、あとは、皆さん本日党会議お疲れ様でした。皆さんね、悔いなくできましたか大丈夫でした？まあね、本当にギルティギアの大会がもう1月からね行われるという6年前とか考えると本当にねありえない幸せな状況をね今やれているんで、多分これからまたイベント続いていくと思いますので、皆さん頑張っていきましょうね。面白かったね、超楽しかったっす。自分も出たけど帰り置いてくるんだけどね。さあ、そんなこと言ってる間に A1 台ワンピー側、ハセスレイヤーテツケメ MK ジョニーチーム対長谷川井のノウソル佐藤ベノムチーム。そうですね、明日小川先生の、主催する、大会もあるようですので、帝では高野祭は行いませんので、もしね大会とか出たいなっていう人いましたらね、そちらの、どこだっけ、デイトナだったっけな、出ちゃってください。オガゲームとかいいね、オガゲームいいね。サーブリッツ、サーブリッツ合戦、足割りからイニエス上段タチクジャンクーだ。あー、ごめんなさい、 D バンダイをちょっとお願いします。マイクさん、すいません。サーブリッツ、これは溜めてしまったので投げ確定か。前ハイスラが出た感じですね。いいよね、やれるとこがね。え、一応開けとく3台で。まあ今日は配信画面をスクリーンに映すっていう形だったんでね、コメント欄が投げる、コメントが流れてたんですけど、帝でもあれやろうかな面白そうね。ねえ、まあ、けどずっとやっちゃうと飽きちゃうからね。この試合はコメント欄を映しましょうみたいなね。あーっと、おー、これパイルバックから2軒銀です、円安スーパーシーン。さあ、このブリッツアッシュアタックを使うことによって、相手のバーストゲージをね、消すことができる。そう、なんかさ、ありがとうございます。はい、スラッファイルマンか、急におかしくなったね。さあ、空調手ジャッジサーラの縦ケミカル、ジャンハイ2件2エスケミカル、空調手で押し込んで画面走り。キュッと投げた。サブリッツからジャンプキャンセル、逃がさない、投げていく、しかしブリッツが出した高め足。おお、これはもちろんそうですね、さすがに 2K が勝ちます。 6P はですね上半身無敵なんで、まあさすがに、まあけど何度も言いますが、チャップさんの 2K と凌介さんの弁天がドラマティックミナーで出た瞬間は本当にかわいそうだなと思いましたね。まあコメントを流すっていうのはまあ2回大会でありかもしれませんね、程度でねお使いください。お考えください。まあ多分やらないと思います。さあ、投げていく。そのような小芝居を打たすと、ね、私は本当のスレイヤー vs スティーブ。まあけど確かにね、プロ野球でもそのギターね、ツイッターとかのねコメントとか多分見れるんだけど、ただ見れるのは選手は見れないからね。そういうのはまあいいコメントの時もね、悪いコメントの時ももちろんありますから、そういった意味では多分やらないとは思います。やっぱ第一にプレイヤーのことを考えて大会運営しないといけませんからね。
さあ出てくるのはノブソル、ノブスラッシュ桜木の大海市っていう感じですね。さあハセスレイヤー対ノブソルとなっております。さあノブさん多分ちょっとね海外を意識した感じで名前をねこういう風にやっておくと結構一時期ね、あの去年とかも海外意識してローマ字とかねありましたね。シャンファンヒットあはは禁止、まあ、ボヨーンってバウンドしなくなった代わりに、おっと投げている。受け身不能時間がやはり普通に長いですね。キルキャンセル、クルシャンが失敗、クルシャシジャンディ落として前、はいはい、ブリッジチャージ返して画面端に向かっていく、 2K からダッシュキラー、8杯2杯 SS ハイスラッシュボロカリックワイパー。さあマップはハンチまで決めてきました。ハセスレイヤーが止まりません。まず1本選手、さあこれバースト、おー2エースの硬直中、相手がステップしたのを見てから投げ返すって形ですね。さあ吸血から画面中央振り向いていきたいところ、振り向いていきたいところなんだ分かんねえ、めくりもしっかりあるしいきたいところですが画面端ポイントでウディ足払い通るか。これはあのブレイブルーとかでよく見えるねインフェルノディバイダー的なあのめくりのタックだったんでしょうか。クライニングで勝ちになる、マイケイを追い返して画面端マイビーカウンター1万円ハイパイルバンカー、勝ったのはハーゼスレイヤー。そうそうね、もう大丈夫、コメントはもう終わったので大丈夫、あんま気にしなくて大丈夫ですよ。聖人賞金首、聖人王者王君だっけ。さあブリッツ至近距離、タイミングをずらしてボールを引きつけてブリッツチャージとなり、ガード不能の衝撃波がヴェノムを襲いました。さあワンエース投げから画面足タッチハイクルシュラシュジャムネス K キンゲスエンゲスマップパンチロボンキャンセルがダストバックハイスラハイスラファイルバンカーではなく、ここは補正引きの形にハイスラクルシュ投げ、さあここまで相手の行動を見透かしていた。さあマイビーマイハイクルシュラシュ 2K 足払いから死にかけた今クーチ投げ、こちらも受け身狩りの連携組み立てています。上海ストラグル、キンゲス足払いから奥攻め、クーチ出しブリストってキンゲス SKDKKS ハイスラ D 落として奥に攻め、タチ K 2K マッパチ確認から、ここは BD セクロサイズシュッと避けてキンゲスで止まったボールが投げを決めます画面端空中ダッシュ着地投げから 2K マッパチ暴れ潰しか前に出たが2回すら無敵、黄色キャンセル無敵で避ける形になりました。ジャンエス当たらない、空中投げできません、ストラグル避けて立ち系が空中ダッシュジャンビフットロースを削り殺し、勝ったのはハセスレイヤー3トペ。戦士としても紳士としても